ホイミとコバリの昭和歌謡を知ってるつもり、本邦歌謡ディーバの歴史簡単に開くまで、第2回目となります。本日も新宿2丁目はビルツオーソ様の、店内で撮影させていただいております。ゲストのコバリユウキ先生でございます。よろしくお願いいたします。1本目の動画を撮り終えてですね、動画を確認させていただいたところですね、千秋ほゆみさん姿勢悪すぎ問題というのがですね、ありまして、ちょっと今少しでもスタイルをよく見せようと、こんなポーズでね、態度悪い感じいやさっきでこうやって撮ってたみたいでね、ちょっとみたいな、ちょっとちょっといいのか、よくないね、ピンって入れてこんな感じでね、はい、セクシーな感じお送りをさせていただきたいと思います。さて、第1回はですね、昭和歌謡全史と題しまして、江戸時代末からそして大正時代の末までの、歌謡ディーバの歴史をおさらいしたわけですが、いよいよですね、今回第2本目よりですね、昭和に、なるわけでございます。激動の時代ですね、本当に、はい。で、2回目はですね、昭和初期と題しまして、大体日中戦争あたり、日中戦争手前ぐらいまでですね、そうですね、いわゆるこう軍歌の足跡がバンバン聞こえてくる手前ぐらいの、時代で、昭和初期といいますと、やはりですね、この何でしたっけ、この血の日曜日事件じゃなくて、なんだっけ、暗黒の木曜日、木曜日、いわゆるこう世界恐慌というのがニューヨーク発で起こって。でそれまではね、第一次大戦をこうある意味傍観して、軍需、ね、特需みたいな形で、いわゆる成金みたいな感じで、ある意味ちょっとこう景気がいよいよパッパラパーな時代を過ごした日本も、もろに煽りを受けて、昭和になると途端に不況になって、東北の子供がなんか大根かじってる写真がね、教科書に載ってる、調作でね、それこそ遊郭に無理飛ばされちゃう。なるほどね。そんな、波乱の巻き上げとなった昭和史なんですけれども、とはいえ、惨憺たる状況もありながらも、やっぱり東京を中心、東京や大阪を中心とした、文化、花開くエリアでは、当然、大正祭りに出てきたラジオも含めて、やはりこの歌舞音楽じゃないですけれども、音楽、の流行っていうのは、続いていくわけですよね。もう全盛期。全盛期になる。差し掛かっていく。ちょうど都市部ですね。だから、東京、大阪、名古屋、そういうところでは、モダン文化、モダン都市文化というものが、もう花盛りですね。映画、音楽、文学、そういうものが、もう、円熟期。都市部の、ね、都市的な文化の乱熟、乱熟期。だからそれこそモモモがこういう銀座新宿こういうところをカッポして、本当にジャズ、海外のフランス映画、アメリカ映画、そういうものをみんな庶民が見に行くという、そういう華やかな時代ですね。じゃあ結構その日本の古来の、民謡とか、浪曲とかよりはもう本当にジャズとか、おしゃれな音楽をみんなおしゃれして街で聴きに行くみたいな。そう、若い都市部の人たちっていうのはそういう感じですね。今日ジャズ音楽があるから、日比谷公会堂聴きに行こうとか。ほー。はい。それこそ新宿だと、武蔵野館って今映画館になってる。そうそう、あそこ昔から映画館だったので、場所ちょっと変わって、はいはいはい。武蔵野館ってのは、洋画の風切り館だったので。じゃあ武蔵野館で流行りの洋画を見て。見て。そうそうそう。で、ちょっとこう三丁目で飲んでみたいな。そう、ここら辺はもう三越とかそういうデパートとかもありましたし、伊勢丹もあったし、あとはムーラン・ルージュ新宿座って、なんか最近また劇で復活してましたよね。なんかしてましたっけ。そう、ムーラン・ルージュ新宿座っていうのが今のちょうどね、
ドンキホーテの向こう、ね、向こうね。あっちにあった。そうそう。新宿三丁目のドンキホーテのあたり。あそこか、うん、はいはいはい、南口、東南口のね、東南口のあたりに あったんですよ。そこで、あのインテリ向けのほうあのちょっとおしゃれな芝居みたいなのをやって、この浅草との差別化ですよね。浅草ってのは民衆の街ですから、じゃなくてちょっとインテリのインテリ向けの、常にやっぱりこの東京の東側は、はい、まあ、下町っ子江戸っ子ベースの、うん、そのまあ、ある意味俺らが江戸、ね、東京支えてるぜっていう感じのあれがあって、で、うん、西側の新宿はちょっとそれを対比しておしゃれモードであり続けた、そういうことだったんですよ。でね、新宿第一劇場っていうのもあって、はいはい、それはやっぱ同じあっちの方のエリアで、うん、あっちの方では水野武彦さんとか少女歌劇ですね、ダンスの霊人とかが向こうで実はやってたりしたり、だからとてもこの新宿文化っていうのも華やかだったし、この昭和一桁の時代ですね。はい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 、はい、東北は大変なことになってたけど、まあ、東京ではきらびやかな文化は栄えている、はい、そういうことですね、うん、はい、じゃあこの時代のですね、ディーバ、ディーバっていうと一番、まあ、レコード流行感、うんうんうん、昭和歌謡のまあ原点といえるのが、うんうんうん、東京行進曲、ほう、なるほど、歌だと思う、聞いたことあります、はい、それはねいろんなね方々が後々までカバーされてますから、ここに、はいはいはい、おーおーおー、これが東京行進曲の、これも楽譜なんですけど、おー、はい、こうちょっとねモダンなデザインで ね、これちょっとなんか感じですね、アールデコのこういうので、東京の、おーおーおー、ね、昔恋し銀座の柳、うんうん、で丸ビル、あ、そう、ね、歌詞にいっぱい東京の名所が出てますよ、ね、そうそうそう、ここ4番新宿です、シネマ見ましょうか、お茶飲みましょうか、これシネマはじゃあ武蔵野館の想定だったそうですよね、おそらくね、でいっそ小田急で見ましょうか、なるほどね、変わる新宿、あの武蔵野のデパートの屋根に、あら、こういうね歌詞が歌われたんです、もうこのね我々新宿を日々練り歩くみたいな、ね、この東京行進曲の4番はね、口ずさめないと、そうそう、これ口ずさみながらカッポするぐらいですよね、ラキューでね、ロマンスカーになって、まあ、当時ロマンスカーなかったかもしれない、そ, うそういうことなの、そういうふうに、まあ、新宿もどんどん発展していって、この歌謡曲にも歌われるようになるということ、京王線じゃなく小田急なんですね、小田急ですね、うん、西武線でもなく小田急、いや私は小田急ユーザーだったんで、いや小田急が選ばれたのはすごく嬉しいんですけど、そ, その時に、ね、やっぱりちょっとクレームがついたらしい、なんで逃げますっていう、逃げましょうかって、要はね、あの駆け落ちなんですよ、なるほど、ね、うん、だからそれなんで小田急がね駆け落ちするんだってちょっとね、あ、ネガキャンみたいな扱いになる、そうそう、ちょっとね、あの、そう、まあでもね、秦野市在住なんで、まあ駆け落ちには持ってこいそうですね、隠れて誰もねできませんから、そうそうそう、あんなところいや、いいんですけど、あの、え、これを歌われているのが佐藤千亜子さん、はあ、この方はね、あの NHK の、うん、テレビドラマ一番星とい う, おう、あの朝ドラ の,、うんうんうん、あのモデルになった方なんです、まあ、昭和時代ですけどね、朝ドラになった、この間ね、あの方がね、笠木静子さんが、ね、その走りというか、もう一番最初に、はいはい、その歌手がこのモデルになったのはこの佐藤千亜子さん、なるほど、なるほど、はい、この方はどういう出自の方でしょう、この方はね音楽学校の出身、一応こうアカデミックな、はい、もともとクラシックの方だったんですけども、まあ、歌謡曲を歌うようになって、うん、はいはいはい、でそれがまあヒットを飛ばし、東京行進曲、これもヒットっていうのは単純にやっぱレコードが売れるっていう、レコードが売れたのと、うん、あとこれで映画の主題歌だった、ああ、で映画も売れる、はい、映画もヒットし、レコードも売れる、なるほど、っていうことだった、あ、じゃあもうスーパースター、もうスーパースターです、この方はじゃあ、まあ、はい、女優さんとかではなく、もう生っ粋の歌手だけ、それでこの佐藤千亜子さんっていうのは当時は、うん、あの本当に一番の売れっ子でしたから、はいはいはい、でそこであるこの青年音楽家の曲を、はいはい、実はあの私 の,、はい、まあ、あのレコード会社で、うん、レコード化してみないって声かけた一人の、はい、まあ、若き音楽家がいたんです、誰ですかそれは、古賀政男先生がここで古賀先生が出てくる、じゃあ佐藤千代子さんもすでに今スターでは、はい、大スターであったところに古賀先生がスッとこう行って、はい、うちでもやりませんかって言いに行ったと、というよりも、うん、あの
曲がすごくいいから、うん、あの歌わせてみたいな形になって、あ、佐藤さんの方から古賀さんの方に行った。そうです、そうです。すごい、もう超ヒット歌手の佐藤千夜子さんが、うん、もう新進気鋭の新進のもう、ま、名前も何にもない古賀正雄という青年の曲もでもチョイスをした。まあ目の付けどころが違いますよね。なるほどね。古賀先生、古賀先生ですよ。凛々しいお顔で、これはもう戦後の写真も、ね、もうこう、そうですね、もう亡くなられる頃の歌は我が友我が心、はい、かっこいいです ね、 そうですね。でまあこの古賀先生が生まれたことで、はい、うん、このギターを弾きながら歌うみたいな、うん、このスタイル、なるほど、そういうものも生まれていったわけですね。それね、はい、ある意味昭和歌謡の原風景ですね。あ、そうです、そうです。はい、それまであの流行ってた楽器っていうのが、うん、あのバイオリンとか、はいはいはい、マンドリンとかそういうものだったんです。やっぱりヨーロッパの形式だったんだけど、はい、ギターと歌、ギターを歌、はい、っていうのがその当時のトレンドになってたんですよ。古賀先生はどういう出自の方ですか？古賀先生は明治大学のマンドリンクラブ、あ、じゃあ音大とかの人じゃないんですよ、はい、でも明らかに才能の片鱗を見せていたので佐藤さんが言ったみたいな、はい、声をかけて、それでレコード化をしたのが古賀先生の影をしたいって、影をしたいって、日本橋からというのがこのカップリングで出て、うんうんうん、でそれからコロンビアレコードにこう移って、あ、佐藤さんが移って、うん、古賀先生がまあ専属の作曲家になって、はいはいはい、で新たに藤山一郎さん、うん、ここで藤山一郎さんが出てくるんです、ね、で酒は涙かため息とか、あ、はいはいはい、はい、でもちろん影をしたいてもそうですし、ラプソディ新宿ラプソディ、ラプソディはあのもうちょっと後の昭和11年なので、ね、だけどもその原点、そのコンビみたいなのもその頃にも生まれたわけ、うんうん、でここに出てくるのも、うん、まあちょっとね、後にお話しますけど、淡谷先生とかもここでコロンビアで入ってくるんです。じゃあ、ある意味、古賀さんの立ち上げたムーブメントの中の一人が淡谷先生、はい、淡谷先生であり、藤山一郎であり、ね、っていうのがこういっぱい出てくるんですね。だから佐藤千夜子さん、その手前にいる手前です、もうスターだった、大スターです。はい、当時の超ヒットメーカー、皆さん、淡谷のり子さんなんかよりも格上の大先輩、大スターが佐藤千夜子さん。千夜子さんからね。ね、なるほど。はい、そして、まあ、佐藤千夜子さんから、はい、まあ、その古賀先生のコロンビアのね、こう、藤山一郎さんとか淡谷のり子さんの件含めて、まあ、いろんなヒット曲が出てたと思うんですけど、はい、この時代のこういったヒット曲って、はい、こう、まあ、もちろん昭和歌謡っていう呼び方はされてなかったと思うんですけど、はいはい、当時はどういうこの歌のジャンルとして消費されてたんですか？ジャンルは、うん、あの流行歌、流行歌っていう、まあ、ジャンル分けですね。ジャンルっていうか、まあ、はい、概念になっちゃうんですけど、じゃあそれがね、条件的にどれが揃った流行かっていうと、それはないんですけども、例えばレコード会社のジャンル分けの時には流行歌、それも流行っていうのは漢字ね、流れていく、歌っていうのはあの口編に回の方の歌、ああ、それで流行歌、流行歌、はい、流行歌、流行歌っていう風な書き方が、まあ、当時はオーソドックスでした。ああ、なるほど、なるほど、はい。だから時々ね、歌謡曲っていう書かれたものもあるんですけども、うん、メインとして使用されたのは流行歌という言葉ですね。なるほど、なるほど。これもね、なんか、いわゆるなんか昭和歌謡って言ってると、うん、あの忘れがちなんですけど、当時は流行歌っていう、はい、流行歌。そうですね、だから流行歌手。うんうん、淡谷先生とか藤山一郎さん、流行歌手という、で、あの、まあ、その佐藤千夜子さんは、まあ、クラシック畑の方、淡谷先生とかは、淡谷先生もあのクラシック出身ですよ、現代系の人、そうです。で、藤山一郎さん、藤山先生も上野の方ですけど、当時、はい、まあ、今もそうなんでしょうけど、クラシック一本で生活ってできないんですよ、うんうんうん、今でもね、クラシック一本ってなかなか大変だと思うんですけど、大変だと思う、当時でもやっぱり もっとこうポピュラーミュージックの方に行かないと、はい、大衆音楽の方に行かないと生活は食べていけないんですよ。だから藤山一郎さんなんかは、うん、あの学生時代にこの編名でね、レコード出して名前を変えてレコード出すとか、アルバイトね、皆さんしてたんですよ、実は。でそれで、あの、例えば淡谷先生なんかは、うん、浅草にね、うん、映画のアトラクションとかで、うん、いわゆる歌謡曲とか流行歌を、うん、まあ、歌うと、はいはいはい、浅草に出たっていうだけで、うん、学校のね、
あの卒業名簿からね除名されたそうですよ。どれだけお高く泊まってるんですか、その。あ、いや、そう、だからそれだけね、音楽界で当時格差があったんですよ。そんな下々のところに降りていって歌うたとは。そうそう、私たちは芸術家、クラシックは芸術家、それが流行り歌なんて歌うとはっていう。なるほど。はい。でね、ほいちゃんね、うん、あのその当時歌手になったり、うんうんうん、なるっていうのは実は観察が必要だったんです。観察、うん、で今だったら歌手ですって言えるじゃないですか。あ、どんな人でも、はい、ちょっと言えます言えます、ね、うん、その頃はねちゃんと自治体に行って、うん、観察です、歌手ですっていう。あ、観察ってそのお札みたいな。そう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 、それを、ね、取得しないと、うん、免許制みたいな。免許制、免許制、そうなの。そうそう、だからね、阿波谷先生ってのは有芸稼ぎ人、うん、で遊んで芸をして稼ぐ人。なるほど。有芸稼ぎに。で、八等、八等、最下位、八等技芸士っていう、実は免許をもらって、あの、屈辱的ですね。そう、最低の、その、なんで、くらいで、あのね、皆さんそれを取得してやってたんです。じゃあやっぱりこう、はい、なんやかんや言うても、はい、芸能の活動の人って身分が低かったっていうか、低いってもすごく見なされたんですよね。うん、でそれをやっぱあの私たちは、うん、あのやっぱ芸術家って言ってやっぱ頑張った人たちがそういう人たちなんですよ、ね、いやだから彼らがこの地位向上を、そう、もうそういうことです。戦前の時代からやってて、やってもうああいう方たちが、ね、今じゃね、阿波谷のり子先生なんてね、はい、芸術的な 高みで言うともう最高位に、ね、そうですよ、歌謡芸術っていうね、うはい、だからそういう人たちのやっぱり頑張りがあって、あ、今のやっぱ歌手の地位っていうのがね実はあったんです。確かに何かその戦後のさ、そのテレビ番組とかの阿波谷先生のあの勝ち気な強気な発言とか見てて、すごくなんでこんな強いのかなとか思ったけど、そういう、ああ、もう、やってきたことが、そういう厳しい時代からも、はい、かき分け、かき分けやってきた。そうです、そうです。もう、人生がウランプセンターのキャラクターになってる。そうですね。もう、しぶとさっていうのは、ちょっとね、あの、違うんですよ。いや、本当にあの、はい、美空ひばりさんへの当たりの強さ。YouTube で上がってるんですけど、ちょっと待ってくださいよ、みたいな。そう、もう、ノーコメント。はい、あれはそうね、コメントできない、ね、そうなんですよ、ですよね、はい、いやいやいや、ということが実はね、その、うんうん、この流行昭和歌謡の一番最初の1ページの裏側っていうんですかね、には実はそういうことがあった。そういうこともやっぱり分かっていないと本当の昭和歌謡っていうのは、ね、なんか最初からある程度オーセンティックなジャンルなのかと、うん、なんかちょっと思いがちになっちゃうじゃないですか、はい、違うんです、違うんです、実はそういう風なものもあった中で、かといってもちろん、うん、あの流行歌手っていうのは憧れだったし、であのここであの、まあ、その流行歌歌手の、うん、まあ、音楽的なあの、ね、ジャンル的な雰囲気とか一体感とかあったと思うんですけど、それ以外にこの昭和初期の時代に流行った別ジャンルの、はい、それはね、うん、音楽ね、あの、はい、クラシックバタの方たちが歌手になったって言ったじゃない、うん、その他にやっぱりね、あの芸者さん、ははは芸者歌手という人たちが、うんうんうん、あのものすごくね登場した時代ですね、やっぱり吉原とか、うん、浅草とか、そだから当時までそこあの東側のエリア、新宿はね、うん、あの当時いなかったですけど、うん、歌手になったね方っていうのはいなかったですけど、例えば吉兆、吉兆に出した、おうおう、例えば勝太郎さん、はこの方かわいい、この方がねもう芸者歌手の一番のトップスター勝太郎さん、うん、でこの方がもう両巨頭103、浅草103、例えば三味線ブギウとかそういうので人を飛ばして103、綺麗ね、あもうこの方はね、きっと歌謡史の中でも、うん、もう最高に美しい美人、でも103、はい、103で、例えばこの、うんうんうん、道やっこさん、この方も道やっこ、道やっこさん、この方があの浅草の芸者さんでした。こういう方たちが、まあ、クラシック系の流行歌手とはもう同じぐらいに、あ、もう流行るんだ、もう流行ってレコードも出すの、超レコード、あー、レコード売れるんだ、出しまくり、例えば東京音頭とかを一番最初に歌ったのが勝太郎さん、これも和風な歌ですか、うん、あ、もちろん、もちろん、うん、そういう小唄とか歌とか、はあ、そういうのがベースになった、はあ、なあの日本調っていう、はいはい、日本調って言われ って言われた流行歌は、はい、まあ、ある意味西洋音楽とかポップスな感じだけど、はい、こっちは日本調、うん、流行歌の中に、うん、こうジャズ調だったり日本調とかそういうものの総称ですよ ね、はいはい、そういう感じで、あの、うん、なんていうか流行歌の中の
まあ、だから芸者歌も流行、うん、広く言えば流行歌の一つという、うん、そう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 、それでどんどん、こう多彩になっていく、はいはいはい、バリエーションが多彩になっていくんですよね。だから芸者さんの中でも、もう可愛くて歌うまいっていう人がこう、はい、ちょっとこうピックアップされて、もうあのレコード会社の後押しでバンっていく、そういうことです。もうはい、ヒットメーカーですね。こうやって、まあ、昭和歌謡のね、どんどん築き上げられていったわけでございます。豊かな時代ですね、本当に。そうですね、はい、なるほどなるほど。じゃあまずはね、この日本第2回目はですね、この昭和初期、はい、一桁台のですね、東北は大変なことになってました、地方は大変でした。で世界的にも、大恐慌の時代でしたけれども、東京にはこれだけの豊かな花開いた文化というのがあったと、お下がりもあったといったところで、まあ、まずはね、こちら先ほど、お伝えをさせていただきました、もう大スター佐藤千夜子さんの東京行進曲、お聴きください。昔恋し銀座の柳、あだ名豊島を誰が知ろう、ジャズで踊ってリキュールで吹けて、あきらダンサーの涙小田急で逃げましょうか。